やべえやべえ、これどうなんだ。いや、わからん。これ、ジャックさんでしょ？いや、違う。マインクラフト人狼、ルール説明。このゲームは、村人チームと人狼チームに分かれて戦うゲームです。役職はラウンドごとにランダムに振り分けられます。各チームはそれぞれの勝利条件を目指しリアルタイムで戦います。人狼と村人以外にも妖狐といった特殊な役職も存在します。それぞれの役職の特徴や勝利条件はこのようになっています。そして動画に登場する主なアイテムの効果がこちらです。ルール役かけ入れていきたいと思います。役かけ、役かけ、役かけ。ここからは今9人いるんですけど、11人分の役職が入ります。あ、なるほど。そのうち役職が2つ分毎回かけます。なるほど。なので乗っ取りの可能性があるとですね、はい、人狼とかが探偵本当にいないのに探偵乗っ取ったりする可能性があるし、あ、ここ乗れる。ああ、なるほど。そうそうそうっすね。なるほど。対抗出てこないから困るやつ。そうそうそう、更新しました。スタート。ちなみに、人狼は絶対1人は確定でいます。なんだこれ、あれ落ちた、うん、なんだこれ落ちる。わざとわざと、ここわざ と、あの下に落ちるようになってる。人狼は絶対1位だろうね。そう、うん、1人の場合もあるのか。じゃあそう、人狼1人で強靭人狼賭けの場合はもう本当に虚しい。あー、なるほど、1人だけってことか。2つかけるのか、要は2つかけます。あ、それむずいな。ちょっと虚しすぎん、無理じゃん、うん、それマジ孤独すら。それヨーコいるからね。あ、はい、ちょっともう賭けあると怖いんで、もう出会いしようしましょう。探偵、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 待って、え、村人、村村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 、え、賭けなし。あ、これいいよ、これ村寄りだよ。うん、どうしようかな。でも分からんのか。でも分かんない。何、びっくりした、マジで。何、小松を踏んだらドア開いて見たら NC KC さんがいた。開いたら KC、そういうギミックかと思って。やだやだやだ、人がいるドッキリ。ギミックありすぎてわけは分かんない。エピットさん下来ます。おー、びしょ、下、下どこだ。僕ね、見せたいのがあるんですよ。誰誰誰、びっくりした。ジェイさん、ジェイさん今殴ったね。ヨーコですか、ヨーコ説ある。はい、ヨーコです。これはラグった、ラグった、ラグった。見て見て、俺ラグった。今のラグはちょっと怪しい。 PC と、PC と右手の指が。いや、でもこれ犠牲は必要だと思うんですよ、僕やっぱ。俺も横に殴りたいから。そうなんだ、ね、めっちゃ殺したいじゃん。俺でもそれピクトさんが陽子説だから、ね、いや、ここで俺は殺さない、はい、俺は、俺は殺さない、俺は殺さない。あくまで村を先導する。あ、そうだ、分かりました。グッチが殺せばいいんだよね。そうなんですよ、僕手出さないから陽子じゃないっていう。登録者の差があるから逆らえない。登録者そうだぞ、そうだよ、そうだぞ、早くね。そうだぞ、やばい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 、板場さん。え、じゃあ殴ってところで、ところで、ところで、いや、殴りたくない、本当に。ショボスケがね、ちょっと怪しいの。じゃあ僕、本田さんに解くから。ちなみにこれ、最初ね、おお、すごい。おお、すごい、かっこいい。待って待って待って、閉じ込められる。あ、本当だ、これか。待って待って待って。あ、そんなとこあったんだ。使用したがってた感じあるよね。いや、俺はこれをみんなに 見せたかっただけです。ただそれだけ。これを見てました。いや、最初使用したがってた気がするんだけどな。ないよ、そんなのないよ。っていうちょっとした推理をポチッと。な。な。ところでラッターの探偵が全く活動してないのはなんで？俺は今ね、遠くからめっちゃ見てた。見てた見てた。お、うん、その結果しし乗っ取り？乗っ取り？乗っ取りじゃないよ。アイテムは？アイテム？なんか使いましょう。何使おう？確かに。何使おう？コイン持ってないんじゃないの？あ、実はもうすでに買ってる。おお、おっと、勝ってるか、そもそもないか。投票しろ、投票。ジャックさんは白。お、今シュッと出してスッと切ったな、今。そうだね、ジャックさん遠目で見てちょっと一人でこっそり来てたから怪しいなと思ったけど違いました。ジャックさん白、はい、OKです。なるほど、なるほど、なるほど、把握です。いや、悪かけ入るとマジでむずいよ、本当に。分からん、把握、把握、これは。あ、よー、把握。あー、なに、え、何すか。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 落ちたから、落ちたから、大丈夫かなと思って。いや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 、怪しい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 、手を差し伸べただけ。あー、でもそれは怪しくない。確かに、いや、でも怪しい。待って、優しかった。逆にみんな手を差し伸べないですか、落ちて。いや、優しい、殺す
殺した方がよくない？優しいところはあったよ。優しさ、優しさ、優しさは感じた。あ、誰か撃った？いや、俺です。地面に。優しさは感じたけど。投票もったいなくない？いいじゃん、使うの。確かに。あれどこに？あれどこに？あ、もう投票始まっちゃうわ、もう。やばい。どうしよう。ティーツグ？あ、怪しいの。いやいや、マジ。いや、待って、ティーちゃんはもったいない。まあ。俺はじゃあ占うわ、占う。あ、占いできる。そう、占いで殺せばいいんだ。あ、今できるの？いや、できない。今。あ、出てきた。じゃあ逆に違う人を投票。ラッターが誰殺したいか。そうだね、ラッター進行で。俺も霊媒だから一応。わからんな。でもアロエがいなくなったのはなんだろうね。確かにそれはずっといないんだよね。最初から死んでない。もしかして生きてる？てかあれ死んでない？あれ、アロエさん。まあアロエ霊媒で確認する。確認するって。オッケーオッケーオッケー。なるほど。俺シャボスケで行きたいんだけども。なんでなんでなんで。とりあえず俺じゃん。確かにちょっと怪しいな。いや待って待って、同調するの？それは怪しいな。同調するだって。どうしますこれ。事件じゃない。どうする？いやお前だよ。俺はもうショボスケ。じゃあショボスケ行こう。じゃあショボスケさんで。おかしいって。ねえ、もう俺の取れ高ゼロ今。ドーナツ得減らそう。いや、そういうそういう取れ高をなくそう。これでうまいこと感染カメラで、感染カメラで頑張ってください。7票。おお、あ、終わらない。あれ生きてる。うん、生きてる。あれ生きてます。なんでもういいえ、だから俺ショボスケワイワイって言ってたじゃん、投票中に。あ、ティーツグ人狼ではありません。何？死んだ？ショボスケさんの役に占い、陽子だったら見る見る見る。あ、村人。あれ、ティーツグさんの死体が生まれるの？じゃあショボスケ、すまん。ティーツグさんさっきここいたけど。どっか行ったね、どこだね。どっか行った。あれ、あ、死んでる。ティーツグさん、陽子は間違いないです。陽子だった。そこで死んでる。じゃあ俺確定探偵でいい？そう、俺も確定レノでいい？お、LINE？ これもしかして。ああ、ヨーコだね。でもね、ここでショボスケを村人っていう俺白くない？ああ、でもまあ俺もいるからな。確かに。やっぱ手差し伸べてたからダメだったんじゃない？ヨーコ。え、ティーちゃん露骨すぎたぞ。めっちゃ露骨だったよね。わかりやすかった。すごいな。優しさ感じたけどな。ちょっとなんかジャックさん出てる。なんか出てる。ジャックさんは白なんだよね。あ、これ何あれ？白です。匂い強靭の可能性はあるけどね。ああ、ね、あー、なるほど。あ、もう配布されてんのこれ。入るのか。これ、コイン出てる、コイン出てる。そうか、何買おうかな。アロエどこいんの？俺地下のなんかドアの後ろ。はあ、難しいこと言わないで。ちょっと入ってるか。説明が難しい。ここ、このマップわかんねえ。これ降りんの怖っ。今グレーなのって俺と俺と、アロエさんと俺と俺ゲンジ俺じゃんけんする。めっちゃいるやん。じゃんけん。いやでも俺アロエだと思うんだよな。人狼で。そう思います。遠くから雪山投げてきそうだもん。いや、こんな出てこないっておかしいですよ、これは。だって無能だから出てってもなっていう、あれ。え、じゃあ逃げてない？それは。いや、それ言ったらみんな、え、俺なの？俺っつうの？やめてよ。3人グレランでもいいけど。確かに。やっぱここは占いに、占い絶対だから、探偵に言ってるのは探偵。でもヨーコ死んでるわけだよね。確かに、もうティーツグさんいなくなってるから。そうだね。投票時間まだあるか。投票時間来たら。むずっ。ラッター今はコインでなんか占い系できないかな。今ね、もう探偵本と鉄拳買っちゃったから。俺スピードポーションと牛乳買って、うん、何買おうかなって思ってたとこ。そうだね、確かに。え、グッチさん体力ない？と3しかない。レッドストーン買う？レッドストーン買えなかったはず、確か。あ、買えないの？え、したら俺確か、あの、ショボスケさんが設定で買えないように。あ、そうなんだ。え、したら俺目線ピクトさんに。あ、レッドストーンブロックは？いやいや、僕なんも、いや、マジで。じゃあ、じゃあ俺もピクトさん。じゃあ、でもここで、じゃあ、じゃあって何？え、でもこれでみんなスピードポーション買ってるよね。え、ここ難しい。俺のりの瓶。え、じゃあ牛乳買ってる人は？買ってない。え、じゃあ白じゃない俺。え、牛乳って何枚で買えるんですか？牛乳結構白角。1枚。いや、みんな買えると思いますよ。買えるけど。あ、なんで俺似合う見てんの？あれ、アロエさん。え？え、待って。アロエは何持ってんの？牛乳と？牛乳とポーション。そんなこと言ったら僕も牛乳持ってますよ。ポーションは？ポーション。原品？俺弓矢。怖いから。
ピクトさんは牛乳と牛乳とポーション持ってます。とポーション。ほんまや、どうするこれ。どうしよう、俺も瓶持ってるからめっちゃ瓶あるよ。やっぱ牛乳ってやっぱり白の飲料多いから。いや、それアピールするの怖くない？だって。え、人狼は牛乳白はないです。誰でも買えるんで。じゃあ、ゲンピョン釣ってダメだったらピクトさん。いいよ、じゃあ俺殺して、じゃあ俺殺して、これ釣るせ、釣り、あれ、あれして、あれして。え？生きてる？生きてる？え、じゃあ俺も殺して。死にました。え、じゃあ僕も殺して、え、殺してくれていいっすよ、全然。ええええあっジャックさん、え待って、誰か生きてんな。やべやべ、これどうなんだ。いや、分からん、これジャックさんでしょ。いや、違います違います。嘘だ、分からん。グッチさん生きてないよね。わからん。え、ジャックさんでしょう。アロエとピクトさん死んでたと思うけど、え、原人だったか。え、お、え、あれ、え、ガチ、え、何これ、あれあれ。いや、まだ続いてます。静かにしてください。わからん、グッじゃなくて原人が生きてんのか。やべえ、俺の場所がめっちゃバレてるな。おい、シンプル PVP 勝負。おい、はぁはぁやめろ。あの中作ったらごめん、マジで。マジか。いや、俺もごめん。マジか。ケイシーさん生きてたのか。なんで、ケイシーさん。マジかよ。ケイシー。何も言ってくれなかったから、もうそのまま。え、あれ、ジャックさんは何だったの。すげえ、ジャックさんは。え、自殺志願者全員村人やばくない。自殺志願者。人狼一人。やばいでしょ。え、ケイシーどこ行ったの。え、僕はここの入り口のここの下。え、何があった、よくわからん。ずっと読んでた。グッチ一番驚いててやりますね。まあ、俺が最初に KC さんと一緒にいるみたいなこと言ってて、うん、そこから誰も KC さんの技を出さず。ほんまやな。え、ずっといたってことじゃん、あそこに。そう、あそこの中にずっといたらみんな勝手に死んでって。やばだから